クマ魔法、炎のクマゴール。そうだった、何よ。で、今日はその分何でもおごるから言って。他に欲しいものは？さあ！あ、他に？あれか。写真撮りたいかも。わかった。仕留めてくる！仕留めないで！翼さん優しい！で、よーい、スタート！困ったなぁ。あ、冬眠前のクマさんは、お腹いっぱいにしておかないとダメなんです。ごめんなさい。だから、あなたを食べちゃいます。ガオー！あ、ダメですよ。今頃死んだふりしても。で、あ、そうでした。私もそろそろ寝るから。おやすみ。おやすみなさい。じゃーん、クマさん寝袋。で、ガオなら、やめていいんだぞ。何なのよ、一体。で、面白いガールですね。 I don't need this。 え？金髪？私はサニー・マクドーフ、よろしくです。で、どうしたの？あお、イエス、これいる？今はパトロール中で、あと何この服。はい、夏でも山は冷えますので。だといって寝ているお嬢様の寝巻きを脱がすのはまだちょっと早いかなと思いまして。早いも遅いもないし。で、お待たせしました。ああ、ってなんだその格好。お邪魔します。私の部屋は2階です。2階に行けばいいんだな。あー、忘れてた。戻って戻って。ようこそ我が家へ。で、私たちこんなに美しいお姫様にお仕えできて本当に幸せです。本当に幸せです。そう、ルル姫様はこの王国で一番の存在だったのです。デザイアで、サラちゃんかわいい、モモチーもかわいい。なのに溶け込もうとしない人がいる。わ、私にそれをかぶれというの？ベアベア、ま、ベアベア、待って、ベアベア、ベアベア、だからベアベア。で、グマミー、久々に頭のお団子グマグマさせて。おい、気安く触んじゃねえぞ、くすぐってんじゃねえか、こっちくしょ。久しぶりに聞いた、クマミのフワキング好評だね。で、クマさんだ。クマさんが大きなヘビ焼き付けたの？ガオ
私は怖くないクマだよ。で、すごい、本当にクマさんが喋ってるみたい。クマミの腹話術は天下一品だな。最高級、日本一、すごいよクマちゃん。